はい、どんどんいくどん、いくたどんということで、ゾロリカ46です。ですね、まあ、握手会、2日後ということですね、まあ、少し、入ったものと、あとは雑談と、あとは、まあ、着ていく服と、まあ、いろいろと、話していきたいと思います。まあ、BJ は、ロマンティックイカ焼きですね、フィフスの。はい。はい、まず最初に何話しますかね。そうですね。まあ、今回のね、握手会なんですけど、まあ、人生初というか、あれなんですけど、まあ、剣一枚でね、握手会参加することになりました。はい。まあね、これにはですね、まあ、前の動画でも話しましたかね。ですね、まあ、剣がなくてですね、4次応募にですね、まあ、1枚確保しておいて、まあ、まあ、6、ね、6時、オーブンですね、まあ、ぶっ込んだわけなんですけど、はい、まあね、2月のね終わりぐらいに収入がありますので、まあそれでぶっ込んだんですけど、はい、まあなんすかね、まあ人生初めてね、まあ外れまして、全部ですね、軒坂で外れたんで、まあでも嬉しい悲鳴なんですけどね、ただまあただ外れるとちょっとね、嫌ですよね、本当にね。それでまあ6時だったんで、で16日じゃないですか。なんで、まあもうどうしようもないわけなんで、はい。もう、はい、泣いてますね。はい。まあ、ということで、まあ、僕はほとんど、あさってはね、トレエリアにいるかなと思いますね。はい。まあでもね、まあ冬の、去年のね、31日に話したように、まあね、1枚でもね、心込めていければね、何枚、何十枚分のね、力になると思ってますけれども。はい。まあ、そこはいいですね。はい。まあ、そう思っております。はい。まあ、着ていく服ですね。はい。紹介したいと思います。まあ、グルカー全悪の時からですね、まあ、ずっとお世話になっている服なんですけれども、ちょっと、はい、こちらですね。はい。こちら正面ですね。はい。貝の虎という、まあ、よくご当地にあるような、ね、服ならありますが、ね。これね、まあ、一時期はね、いくちゃんね、貝の虎だっていう感じでですね、覚えられてたんですよね。まあ、覚えられてたっていうか、なんていうんですかね、いっぱい行ってたんで、はい。まあ、そんな感じで雰囲気でね、覚えられてたんですけどね。はい。でも最近はもう全部忘れられてね、はい。まあ、ゾロでね、認知アタックというのはね、最近始めておりますけれども。まあ、いろいろ聞きたいことあるんですけどね。はい。まあ、こんな感じの服でですね、まあ、みたいなと思います。はい。で、まあ、まあ、寒いんで、会場内とかね、会場外とか、まあ、そういう時はですね、まあ、だいたいこの、パーカーですよね、聞いております。パーカー。はい。こんな感じですね。はい。こんなでかいパーカーで、まあ、おります。はい、こんな感じのパカですね。でまあこの目印というかね、これが左にあるこのポケットですね。はい、でっかいパーカーなんですけど、はい、こんな感じですね。はい、ちょっと前面が見えないんですが、まあご了承ください。はい、ちょっと時間がないんでロマンティックイカ焼きが終わっちゃいますんで、はい、まあ収穫というかね、無償提供してくれました、LINE でのですね、太一さんという方がですね、無償提供してくださいました。ですね、本当に嬉しいんですけど、はい、こちらです。はい。いくちゃんのクリスマス、サンタ、好きです。はい。ありがとうございます。本当にね、サンタしかも無償提供で、本当にね、もう今ね、からね、手が震えております。本当に。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、そうですね、BLT なんですけど、エヴァンスの方がですね、まあ、店頭販売ではないんですけれども、ウェブの方でですね、40冊購入したらしいので、まあ、明日届いたら、まあ、開封動画を上げたいなと思っております。はい。まあ、開封動画を上げて、まあ、あさってが、まあ、握手会なんで、まあ、握手会での現地取れというのもありですね。はい。まあ、もちろんありなんで、はい。その時はメッセコメ、お願いします。ということで、はい。まあ、以上ですね。以上終わりましたので、はい、ちょうど、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、まあ、20日とね、31日も行きますので、よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。